みなさんこんにちは、かなのあです。ピーン、のあです。今回ですね、キッチンにいるんですけど、お料理ではありません。今回ですね、お料理にも関するんですけど、お弁当バッグといえばやっぱ学生さん使うじゃないですか。おしゃれにしたいなーみたいな思うじゃないですか。なので今回はそのお弁当バッグを作りたいと思います。イエーイ。まず材料が今回100均で揃えられるものとなってます。まず一つ目がですね、パッキングシートです。お家にある方は100均で買わなくてもいいかなとは思うんですけど、これ一応ダイソーで買うことができます。で、二つ目がこのファスナーテープ、なんか出来上がった時にビリビリするよに必要です。で、三つ目がこのなんかあんまり使う人の方が少ないんじゃないかなとは思うんですけど、これも一応100均で買います。これはワックスって書いてありますね。なんか溶かして使うものなんですけど、これが必要です。100均で買うものは以上で、あとはこういう紙袋、好きな紙袋、お店のお洋服屋さんだったりとか、ナーバスタバなんですけど、これがまあ必要なものです。まずですね、この紙袋のここの取っ手の部分を切ります。切れない、あー切れた。全部切ります。切れました。こんな感じです。そうしたらですね、クッキングシートをこの台の上に敷きます。で、こういこんな感じで袋のサイズに合うぐらいだからちょうどいいかな。そうしたらこの上にも敷きます。そしたらです、もう一回ワックスを置いてからこれを敷きます。で、これはダイソーの手芸品コーナーにあります。これはこんな感じ、結構端とかもやんないとダメみたいな感じです。ばらまきます。これ切れないんだって。だから切りたくない紙袋とかはこれで固めよう。で、なんかこういうニコにくっついてるやつは外してあげてください。なんかあれみたい、おはじき。適切な量がわからないので、一回これでやってみて、あ、なんかちょっと足りないなって思ったら、その一部分だけに足していこうかなと思います。で、引きます。引いて、そしたらアイロンが必要です。なんか最初に準備する前に先にアイロンやって、これを置くと多分効率よくできると思うので、先アイロン温めてください。ちょっと手とかに気をつけながら使ってね。いきます。端の方からいきます。ほら、わかる？溶けてる。溶けろ。なんか最初ボコボコするんですけど、ボコボコしなくなったなと思ったら、次のところ行きましょう。ほら、すごい。なんかね、水が入ってるみたいな。片面が終わって、ちょっと熱いのがなくなったなーと思ったら、裏面もさっきと同じようにワックスをポン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 って置いて、キングペーパーを置いて、こうやってやってください。はい、こんな感じで両面できました。どうなってんのかな。おーおーこういう余分な、お、つけすぎちゃったところは外します。できました。イエーイ、できました。どんぐらいで乾くとかっていうのはちゃんとした数字はわからないんですけど、のは30分ぐらい経ちました。乾かすとね、結構ね、なんかしっかりしてるんですよ、さっきより。で、これなんか水にも濡れても OK みたいな感じだから、中はわかんないけど、でもこっちは大丈夫になりました。これだけでもすごいなって思うけど、ここの上にこれを貼り付けます。なんかこれはあれですよ、ペタペタペタってね。これ全部を貼らなくていいみたいな感じだから、半分ぐらいを使おうかなってのは思います。まず切ります。で、これなんか両面テープみたいな感じでこっちにもついてるから、このままペタッとつけたらできます。ここにモコモコつけて、こっち側足にザラザラをつけます。で、まずモコモコ真ん中ら辺に貼れるように努力しましょう。待って、わからない。モコモコからはダメです。ザラザラからつけます。ザラザラ、こんな感じで、これに合うように貼ります。
え、待って、いっか、適当で。ダメだよ、適当。いくよ。これからちょっとお弁当箱を入れたいと思います。どんな感じなんだろう。あ、結構入る。中お昼のランチ風にしますね。よーい、スタート。あー、もうお昼だ。お昼ご飯食べよう。見て、可愛くない？いくよ。お昼なんだろう。あー、お弁当だ。カット。こんな感じでお昼が楽しめますよ。はい、今回はですね、こんな感じでお弁当箱の袋をやってみました。なんか夏とかは保冷バッグみたいな、そういうテカテカしたの中に貼って使えると思うんで、皆さんもそれよかったらやってみてください。結構簡単に作れるし、材料も少なかったから真似しやすいと思うので、みんなもよかったらやってみてね。高評価とチャンネル登録待ってます。コメントもぜひ書いてね。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。Bye.